中に入れてた、どうだ、決まった、ゴール川崎のキックに対してブラウンナー献身ドンピシャ。トウが右に流れる、シゲがボックス内に入ってくる、クロスボールから中村、ファーサイドで合わせました。今のシーンですが、斉藤啓太右に流れたところ、ペナルティーエリア内にシゲ、そして中村亮太が入ってきて、最後は中村、黒石直接渡ります。先ほどシュートを放った安藤からもう一度、さあ黒石が行く、そのままシュート狙っていった。さあ黒石のゴールで追いついた。今のシーンです、黒石しっかりと粘ってシュート、もう一度エッジ、ダイレクトのクロス、ヘディング、またしても中村、シーズン7点目です。中野、ブレンネルちょっと遅れたか、折り返したボールにはサイド、先制岩手グルージャ盛岡。ニアサイドで宮本、自分で前を向く、外側を回る柳、しかし自分で打ってきました、そしてシュートは27分、戸泉の前に落ちてきました。まさにストライカー11番の宮本、目の前に2人3人の選手がいたんです。背中を押されて攻撃をする形になります。モレラとだ、モレラと折り返していく、きた、追加点、49番の中野、中野正臣、サイドからのグラウンダーの崩し、先制点を決めた6番のモレラとのアシスト。今度は上村、上村が折り返していく、正面のボールヘディング、きた、85分 YCC 横浜、途中ピッチに送り込まれたピーダーセン、4得意とする形、サイドからのクロスに合わせる藤尾、さあ来たの、藤尾に出た、藤尾フリーでシュート打った、鳥取痛恨の1点、フリーでした。伸びのあるボールを送って中央へ、松原自分で関与してヘディング、キーパー小澤は防ぎきれず、さあ正面までは行きました、クロスを入れてスライディング入ったか、ゴール奪い取って左へ、相原左足で中に入れて、川西は触れてません、そのまま相原のクロスがゴールの中へ、PK を決めて同点にできるか、浮かせてゲット、1対1の同点、一つ待つような形で右足軽く浮かせていきました、ゴールの中央へ、中に切れ込んでくる、カットインから中の山田へのボール、ゴール決まった、先制は今治、鮮やかなボレーシュートが決まりました、 FC 今治先制です。クロスが入ってくる、合わせた、熊本にゴール、引き連れて川原からのボール、